2015年2月15日、韓国連合ニュースによると、韓国で性能検査を受けていない消防用特殊耐火服が、全国の消防署員に支給されていたことが分かった。同日、国民安全署によると、第一線の消防署が調達庁から購入した耐火服の一部が、 火炎や高温に耐えられるかを確認する韓国消防産業技術院 KFI の製品認定検査を受けていなかったことが分かった調達庁が契約した耐火服約1万9300着のうち約5300着が検査をせずに納品されていたがどれが不良耐火服なのか判別することが難しいため国民安全署は約1万9000着すべてを着用しないよう 第一線の消防署に通知したという。すでに火災現場で使われたものもあり不良体下服を着用して消火活動をした消防隊員もいるというこれについて韓国のネットユーザーは以下のようなコメントを寄せている不良体下服を販売した人は殺人を犯したのと同罪だ人の命を何だと思っているのこんななに悲しいい。ニュースはない 詐欺を働く人間が減らないのは韓国の法律が甘すぎるから韓国人の市民意識の問題だ国防教育消防全て詐欺や賄賂で汚れている韓国で信じられるものは日本ももう終わりだねスワップ協定を継続するかどうかでこんな国とプライド対決をするんだから消防士は韓国で 唯一の誠実な公務員だ原則を守る国を作ろう。金があれば何でもできると思っているから、みんな詐欺を働くんだ。